はい、皆さんこんにちは、アポロンです。今回もデイズゴーンをプレイしていきます。さあ、前回の続きですね。また新たなミッションでこのリッキーと変圧器を直しに行くということで、前回ね、壊れていたやつを直しに行きましょう。こっちかな。よし、二人で行くのか。全部揃ってる。行こう。こいつは何でもできんな。戦闘もできるし、物も直せるし。着いたぞ。さあ、ついて。フリーカーいんの？あ、いるな。やっていきますか。よし。よし。よしと。よし。3体だけ？あ、少ないな。ん？どこだ？リッキーを助ける。これか。助けられる、これ。 直すにはまずあそこに登らないと。やったことあるのか？ない。でもなんだって最初は初めてでしょ。まあな。ほら、手を貸して。よし、いい？ああ。もうちょっと人多かった方がいいんじゃないの、これ。上にいるな。やっつけとくか。落ちるなよ。受け止めるのは無理だ。そりゃどうも。なんとか落ちないようにする。見えないな。あ、来てきた。怒ってる、怒ってる。うわ、飛んできた。よし。まだいるか？あ、まだいるな。よし。あ、終わった。わかった。結構ニュートいましたね。楽しかった。また今度やらないとな。この周りに有刺鉄線をつけるようスキッに言っとくよ。ニュートを防げる。その手の雑用は俺に回ってきニュートが壊したのか。そうだね。もう一つやりたいことがある。さあ、帰ってきて。あ、あとこっちのも直してんのか。施設の電力は全部ここを通る。ショートしないようにブレーカーは事前に片付けた。オッケー。いつでもいいよ。電気なんかつけたら集まってくんじゃないの。聞いてくれ。ここ数ヶ月は過酷だった。それは認めよう。食料や薬、何もかもが不足している。だが一つだけ足りているものがある。それがなければ他の何を持っていようと無意味だ。それとは信頼だ。少し前にドリフターが何人か加わった。こんな厳しい状況だ。あるものは追い出せといい、あるものはなんか信用できない。説教が始まった。だが今夜、俺が言ってきたことが正しいと証明される。全員の力が必要なんだ。ここにいる仲間全員の名、このロストレイクにとどまり、働くことを厭わず、再建のため尽力してくれる仲間の力が。この数ヶ月の間、リッキーはキャンプに尽くしてくれた。新たな仲間と協力しながら、これから起こることはドリフターを迎え入れなければ実現しなかったことだ。俺たちがあいつを信頼した結果だ。今夜、俺たちはこの闇からついに抜け出す。長かったな。みんな無駄に使うなよ。お、怒ってるな。呼ばれてるよ。俺は休むよ。ちょっと、どうしたの？なんでもない。来て、アディに見てもらおう。なんだ、怪我したのか。ねえ。そう。アディ。明かりはついてる。いないみたいだな。アディ、いないの？どうしたんだ？じゃあ脱いで。え、脱ぐ？シャツを脱いで、座って。いや、大したことない。いい子。感染症になるよ。そうそう。
確かにブーザーもいないのかな。私は医者じゃないし、いつも機械ばっかいじってるけど、あ、切り傷の処置くらいできる。そうか、俺にはスイッチや電線がついてないが、それでもちゃんと直してくれるんだろうな。結構な傷だぞ。これはちょっと痛いかも。いい？いや、痛い。嘘でしょ。なあ、やっぱアディを待たないか。待って。ほら、終わった。ガキだね。大したことなかったな。痛かったくせに。すげえ入れ墨入ってんな。その傷、本当に戦争に行ってたんだね。なんだかな。そうだった。これはどこで？アフガニスタンの時？それともクラブ時代？ああ、もう覚えてないな。軍人だったのかな。じゃあこっちは？リキよ、こういうのはそのなんていうか、アリが嫌がるんじゃないか。ああ、きっとそうだね。で、こっちは？リキ、お、見てるぞ。アディは関係ない。うん、 OK。 じゃあ明日戻ってきてアディに見てもらいなよ。きっとこれ以上やることないけど。リキ、そのリコ、まあ気にしないで。お大事に。ねえディーコン、うん、いつかさ、ろうそく灯してみなよ。暗闇の中、希望になる。あ、これで終了か。なんかあいつがブチ切れそうだな。で、なんだこれ。あ、世界一の嫁、ブーザーの嫁か。え、これどれがわからないけど、じゃあまたミッション探すかな。はい、そしてね、今度はなんか犬を見つけるミッション見つけていきましょう。あ、ここか。いたぞ。なんかすげえ。よし、いっぱいいるな。あ、どうだ。ん、あ、聞いた。いい子だ。小さいな。ほら、これが感染してないの。怖くないぞ。よく生き延びたな。こっち来い。ほら、そうだ、よし、いいぞ。さあ来い。よし、おっと、おっと、おいおい、元気だな。分かった、大丈夫か。分かったよ、ったく。一緒に行くぞ。これを持って帰ったらいいのかな。よし、あ、ブーザーにプレゼント。おい、起きろ、ぐーたら野郎。どうしたんだ。すげえ貴重なんじゃない。よくこれも持ってきたな、カゴ。おい、これ。いや、お前どうしたんだ。あ、やばせ。危ないからな、ブーザーは。待てって。どっから来たんだ。さてな。そうか、こいつ喉が渇いてんじゃないか。あ、ナイフちゃんと閉まってる。水飲みたいんだろう。バズーカみたいになってるけど。いや、なんか
怪しいけどな。虐待してないだろうな、ブザー。よし。いない。どこに行ったんだ、あいつら。で、また次ですね。はい、続いて杉像かな。怒ってる。よし、入れ。おい、何なんだ。中に入ったら教えてやる。なあ、前に言ってたよな。キャンプの北の洞窟を封鎖してフリーカーがこっちに来れないようにしたいって。ああ。問題は、こいつの動爆線がある場所を知らないんだろ。ああ。だが俺は知ってる。ここだ。おい。ああ、分かってる。でもここしかない。そこはリッパーの領土だろうが、前にそこに入ったと。ダチのための薬が手に入った。ダメだ。動爆線さえあれば洞窟をボン爆破できる。言い出したのはおめえだろ。いいか、リッパーは教会を封鎖したんだぞ。行動もそうだ。もし俺が行けば本気で戦争が始まっちまうぞ。ちゃんと計画がある。それに俺も一緒に行く。問題が起きないようにな。武器はできるだけ持ってこい。使わないことを祈るが分かんねえしな。待ち合わせはここだ。アイアンリッチへ続く道がある。何？あるんだよ。どういうことだ。信じろって。たく。やるか。待ってるぞ。怪しいな。怒ってるからな、多分こいつ。手伝ってやる。じゃあ次行きますか。どこだ。あ、ここ結構西の方ですね。さあ続いて。何してんだ。お、銃持ってんだ。俺たちはあいつらの裏口から忍び込む。歩くのか。そんなの聞いてないぞ。そのうるせえバイクで入った時を思い出せって。確かにな。やつら気づきもしねえって。本当かな。焚き火してやがる。あ、見たこといましたね。集会ってやつ。キャンプファイヤーめちゃくちゃやるらしい。迂回するぞ。関わりたくねえ。よし、見てみたい。おい、死ぬ気か。そうじゃない。ただあいつらがいつも言ってる安らかな眠りとかが何なのか知っておきたいんだ。ああそうかよ。でも離れはぐれちゃったら面倒だぞ。分かってるよ。やばそうだな。わ、こんな近くまで行ったの。なんか未開の部族みたいな。体を切ってんだ。え、あの儀式を体験したやつを知ってるんだが、そいつの話じゃやつらは薬かなんかでイカれちまってんだと。痛みを感じねえのさ。はあ、回り道するぞ。薬はどっから入手してんのかな。だって大丈夫か。なんかやってんな。え、生贄で何やってんだ。マジか。おい、よせ、ほっとけ。戦争を始めに来たんじゃねえ。いいから。待って。引いて。うわ、来たな。誰かお願い。おい、ほら、行かねえと。ダメだ、ほっとけない。何？ダメだ。おい、いつを止めても無駄だ。目的を忘れてんじゃねえよ。くそ。ああ、分かった、仕方ねえ。早くしないと。よし。よし、いいぞ。来
たか。足が折れてる。うわ、歩けないぞ。運んでけ。急がねえと。担いでけって。なあ、聞こえるか。もう大丈夫だ。え？安心しろ。すぐ楽になる。もう平気だ。ほら、大丈夫だからな。楽になれ。やっちまったか。犬と同じだな。フリーカーも結構来ないっていうね。バレるよな。でもあれ、フリーカー来ない。なあディーク、こっちか。なあ、こっから中に入れる。手を貸せ。おい、本気か。ほら、あ、シャッター開けんの。なんか、うわ、お子様がいたわ。他にないだろう。いいか、そこ倒さないとダメだな。持ってるから入れ。いや、お前から行けよ。ほら、廃棄するわ。クソ、ダメだ。大丈夫か。クソ、引っかかってやがる。開けろ。中から開けてやるか。よし、仕方ない。ドアを探せ。中から開ける方法を見つける。うわ、マジでパーティーじゃん。ディコン、パーティーだな、マジで。どんどん逃げていってるけど。よし、これで最後かな。ミュートどものいる倉庫に閉じ込められてたんだよ、タグ。音聞こえてないかな。よし、よし、開いたぞ。大丈夫か、ディーク。たかがニュートだろ。いいから、早く銅爆船を探しに行くぞ。来てる？銅爆船、あ、こっちか。よし、本当に先に行かすんだ。よし、じゃあ行け。逆でいいのにな。よし、探せ。待ってろ、気をつけろ。あ、これか。お、ありがとう。で、また閉まってんの。開けるか。どうだ。よし、ここにあんの。きっとこいつだ。なんでこんなの知ってんだ。こんなとこにあるって。ビンゴ。よし、開けといてくれ。俺が取りゃいいだろう。まだ信用してないのか。いや、とっくにしてるさ。よし、ずらかるぞ。一個でいいの。よし、スキッツォ、キャンプに行けるかな。俺が、え、何してる。悪いな、こうするしかねえんだ。え、え、裏切った。うわ、俺が誰かわかるか。え、いや、リッパーには名前がないんじゃないか。ハゲの導きのままに。信者は、うわ、信者たちは皆自分の名前を捨てた。だが俺は違う。今はな、ああ、か
カルロスか。うわ、背中が。ジェシー、名を残した。覚えておくためにな。貴様とブーザー、それにジャージー・ジムが俺を押さえつけ、ジャックが俺の背中を焼いたんだよ。ジェシー、それは昔のことだ。うわ、そうだ、俺もそうやって叫んだっけな。あの日俺はあることを学んだんだ。とても重要なこと。人間のすべては、人生をなすものすべては、ああ焼き払えるものなんだ。すべてが焼けた後に残るのは名前だけだ。それがフリーカーさ、わかるか。だから俺たちはフリーカーのようになるべきだ。あ、フリーカーになりたいの。やるならやれ、退屈で死んじまうぞ。ああもちろんやるぞ。ディコンセントじゃん。だが俺たちだけってわけにはいかない。そうか、そうかも。ウズラ抜きでやるわけにはいかないだろう。なあ、一緒に肩をつけるんだ、三人で。いいぞ。これで一つで、あと十個ぐらいか。もっとか。まったく驚いたもんだよな、俺たち三人。お前、俺、ブーザーが生き延びてこの世の終わりに再会すると。ブーザーに何しやがって。ああ奴はまだ来てない。だが来るさ、じきにな。死ぬんじゃない、ほっといたら。来るかな。なんだ、またハゲ。頭おかしいやつしか来ない。恐ろしいなこれ。連れ込まれるのを見たの。リサ。うん、違うよ。リサこうなってたの。リッパーになってたの。もう名前なんて持ってない。みんなそう。わかったよ。大切な人はみんな死んだ。リサ、聞いてくれ。知ってる？私たちがどうしてフリーカーのようになりたいか。いや、覚えてないからだよ。失った人のことを、その辛さを。助けてくれたのか。ありがとうリサ。あのハゲジェシー新キャラ。おお、ジーンか。うわ、いますね。ここ脱出したいの。何もないか。よし、リサ、リサ。うわ、いるな。痛みを感じよ。うわ、隠れながらか。何が自由だ。さあ武器を。回収して。弱っ。
強くはないんだよな、頭おかしいけど。うわ、聞いていいか、何がしたいんだ。見境なく人をさらってきちゃ痛めつけて。あ、大丈夫か。それでなんだ、キャンプファイヤーの周りでお祭りか。意味わかんねえ。おっと、よし、じゃあもう一つ質問だ。俺のジャケットは何？クラブのレザージャケットだよ。どいつが取ったんだ。わからない。そうか、待て、ここにはいない。あれを持ったまま出ていった。頼む。無理だよな。さて、ジャケットも追うの？まだ間に合う。ここ、おい、こいつか。そいつを脱いでもらおうか。魂を切り刻んでやる。うわ、ありがとう。地獄に落ちろ。くそ、で取り戻して、あ、脱出か。あ、リサは拷問されてる。お前に悟りは訪れない。さあ、そしてリサ助けて。リサ聞いてくれ。俺を助けたことがバレた。ここは危ない。一緒に逃げるぞ。そうか、なら来なくていい。でもここにはいられない。逃げないと奴らに殺されるんだ、わかるか。行け。よく聞け。全力で走るんだ。道には近づくな。絶対に止まるなよ。行け。いや、リサも大変だな。で、また戻ると。なんだ、戦闘になってる。ブーザー、いるか。ブーザー、聞いてくれ。あいつ、スキッツが裏切りやがった。そうだよな。いいか、あ、みんな出払ってる。レッパーどもが来るぞ。マイクに知らせろ。マジか。あ、バイクに戻る。あった、よし、よかった。さあ、ありましたね。はい、戻って。うわ、ブーザー、いるか。リッキー、ロストレイクキャンプ応答しろ。リコ、あ、俺だ。待ってろ。どうなる。はい、ということで、ちょっと大変なことになりましたね。スキッツ裏切ってどうするつもりなんだろう。あいつリッパーのこと嫌いだったんじゃないのかな。はい、うん、リッパーもちょっとブーザーを狙って襲撃し始めてみたいなんで、次回リッパーとの決戦になるかな。はい、ということでね、また次回お楽しみにしてください。それでは今回の動画はこれで終了にします。ご視聴ありがとうございました。今回の動画面白いと思った方は高評価とチャンネル登録、あと動画説明欄にある Twitter のフォローなど全てが気につながってますので、よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。アポロンでした。